太陽ケアは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、旧リングネーム、マウナケアモスマン。高校時代は、レスリングや、アメリカンフットボールで活躍。1994年6月、ハワイ在住のロード・ブレアーズを介し、ハワイを訪れていた、ジャイアント・ババ二次期組織、全日本プロレスに入門した。1994年11月26日、 本名マウナケアモスマンで、三重、津市体育館での滋賀ケンタロ戦でデビューした。シングル初勝利は1995年1月24日の滋賀戦。1996年7月7日には、ロブ・バンダムと、組アジアタック王座に初挑戦した。1997年8月22日には、甲楽園ホールで、世界ジュニアヘビー級王座に初挑戦し、小川義成を破り、 初体感を果たした。1998年6月にヘビー級転校を目指すため王座を返上した。8月22日から始まった恒例の試練の七番勝負では、プロレス4天皇には勝利できなかったものの、ウルフホークフィールド、ジャイアントキマラジョニー・スミスには勝利し3勝4敗の好成績を残す。だが、この時期マッチメイク圏を手にしていた。 三沢光春に体はブヨブヨでオフになると道場に残らずにハワイに帰ってしまうと告評されそのためかトップクラスにはほとんど絡めない時期が続いた2000年になるとバーニングを離脱した秋山人志にタッグパートナーとして指名されチームを結成飛躍のきっかけをつかむが数ヶ月後に選手大量離脱が発生モスマンは全日本プロレスに残留したが 他の秋山軍メンバーは離脱した。8月20日には公募により、リングネームを本名のマウナケアモスマンから太陽ケアに変更する。2001年1月14日、スミスと組んで川田敏明淵忠志新祖と世界タク王座決定戦を行い、これに勝利して第43代王者となった。1月28日に東京ドームで行われた、 ジャイアントバは3回きつい投工業で、武藤刑事と頭髪をかけて初対決し、破れはしたもののお互いに認め合った両者は2月18日に、両国でバットを結成した。3月3日には、史上最年少で、天竜玄一郎の持つ三冠ヘビー級王座に、初挑戦した。10月22日に武藤とのタッグで、世界タッグ王座を、ダッシュ、10月28日に、 福岡国際センターで行われた初の IWGP タッグ王座とのダブルタイトル戦で藤並達次西村治組に勝利し史上初の同時体幹タッグとなる。また年末の恒例の世界最強タッグ決定リーグ戦でも優勝した。2002年には小島悟氏とタッグを組み世界最強タッグ個人に連覇を達成するものの 右膝前十字人体断裂の重傷を負い、長期欠場を余儀なくされた。2004年1月2日に復帰。また、高道の区からの勧誘を受け外国人、軍団ロー &D に参加する。ヒールとなり、みんなの太陽から暗黒の太陽と呼ばれるようになった。7月10日、プロレスリングのは、東京ドーム大会に無党と組んで参戦し、三沢、小川組と対戦。 自らがホールを奪われたものの、三沢と武藤の初対戦ばかりが注目される中で、検討を見せた。かつて、ケアを酷評した三沢も、そのレベルアップぶりを認めた。2005年1月16日、大阪府立体育会館で、ジャマールと組んで、棚橋博士、吉江豊組と、世界卓王座決定戦を行い勝利し、第51代王座となった。2月5日、 日本武道館で行われたジャイアントババ7回キツイトー工業ではババに敬意を表してリングネームを本名のマウナケアモシマンに戻した2006年チャンピオンカーニバル2006にてスワマを破り悲願の初優勝その勢いのまま7月3日大田区体育館で小島さとしを倒し三冠ヘビー級王座の第34代王者となる外国人選手としては 史上5人目の三冠王座栄冠となった。また試合後、川田を第一挑戦者に指名し、川田さん、俺が王道だと宣言した。8月27日、両国国技館で初めての川田声を達成し初防衛。試合後、川田から王道が、どうの、こうの言ってるけど、王道を語れるのは馬場さんだけだ。俺と一緒でお前なりの王道をリングで刻んでいけ。 頼んだぞと声をかけられた。9月3日、札幌メディアパークスピカで CC では勝利した鈴木実との防衛戦にて王者から陥落した。2007年1月4日、東京ドームで全日代表として IWGP ヘビー級王座に挑戦したが、新日本の棚橋に敗れた。2月17日、両国大会で川田と世界タッグ王座をダッシュ。 7月29日、金沢大会で、小島の椅子攻撃を喰らい2112部へ、顎骨思想骨骨折、上唇裂傷、11波打球で、全治1ヶ月の重傷を負った。8月26日、両国大会で、世界タッグ王座戦に強行出場したが、敗れた。2008年3月1日、両国大会で川田と組んで、 武藤新日本の棚橋と対戦したが敗れた。この試合で首を負傷した。3月12日、後楽園大会で、浄土リングと組小島樽組と対戦したが、この試合で再び首を強打してしまい敗れた。試合後に、樽がケアに対して、ブードゥー・マーダーズ入りへの勧誘をした。チャンピオンカーニバル2008では全敗し、樽から、 再三 VM への勧誘を受けていたが4月20日の開幕戦に答えを出すと発言。試合では得意の TKO3 フォースでブーリューマスクを下したが、試合後の無党との握手は拒否。その後、タルが歩み寄ったが、それも拒否し、突然出てきた鈴木みのる東京グレン隊との共闘を選択、グレン隊を結成した。テーマ曲もボニー・タイラーのホールディング・アウト・フォー。 A ヒーローに変更した。このテーマ曲を変更したことについて、同じグレンタイの鈴木は、ほら、ケアのやる気が、テーマ曲にも現れているだろうと感想を述べ、その後グレンタイの鈴木、高山義弘のテーマ曲も、ホールディングアウト4、A ヒーローをバックにして、それぞれのテーマ曲の節をところどころで取り入れる、新アレンジのテーマ曲が登場した。それから波に乗り、鈴木と共に、無糖、 ドーリングの持つ世界タッグ王座への挑戦を表明。その査定試合として、元アジアタッグ王者の佐々木健介、中島勝彦の親子タッグと激突しこれに勝利。世界タッグ王座挑戦が決定した。そして6月28日、王者組を下し見事世界タッグ王者に君臨する。自身6度目の世界タッグ王座獲得となった。2008年8月。 当時スワマの保持していた三冠ヘビー級王座に挑戦するも60分時間切れ引き分けで王座は獲得ならなかった。その後は鈴木とのタッグで着実に世界タッグ王座を防衛し続けていたが2009年7月5日、無党河野正樹との防衛戦で勝利するも左突き上骨の背速脱球及び主根幹人体断裂により休場となった。およそ 半年後の最強タッグで復帰するも優勝を逃し、翌年の2010年でも、無党船木正勝に敗れ王座を手放すことになる。その後は鈴木が2010年チャンピオンカーニバルを連覇したことにより、グレン隊が解散、ケアも本隊へと戻って活動していたが、浜良太を下して三冠ヘビー級王者に返り咲いた鈴木の呼びかけにより、船木、 アケボノラと超党派軍を結成する。7月4日、アケボノとのハワイアンタッグで世界タッグ王座大会。2011年10月23日に秋山ひとしがスワマから三冠ヘビー級王座を奪取する。ケアは王座奪回に最初に名乗りを上げ、2011年11月27日のノアの有明コロシアム大会に参戦し、秋山に挑戦するが、 秋山のスタンディングでのフロントネックロックに敗れ、王座ダッシュに失敗した。2012年から若手専人コーチに就任し、和林と共にケアも、団体の若手選手の育成にも当たることになった。2012年4月21日から5月7日にかけて行われた、チャンピオンカーニバルでは、B ブロックに入り、真田翔也に敗れ、岡林雄二に引き分けるモニーで、 決勝トーナメントに進出。準決勝では新日本プロレスの長田博士を後頭部への蹴りからのスクールボーイで丸め込んで決勝へ進んだ。そして決勝では序盤でスワマの痛めている首を集中的に攻め、中盤からは終盤にかけてのスワマの畳みかけをしのぎきり、最後は初公開のタイガードライバー91をお口火に逆にスワマを畳みかけ。 最後に TKO を決めて6年ぶりに優勝を決めた。2013年1月3日の高楽園大会を最後にハワイ大学で経営学を学ぶために長期休業が発表された。2013年1月2日、1月3日の新春シャイニングシリーズでは走行試合が行われ、2日にはグレンタイ、3日にはロー &D がそれぞれ1日限定で復活した。 その後、同年6月に全日本プロレスの選手が大量離脱したため長期休業を変更し、学業のスケジュールや体調面を調整しながら、スポット参戦をすることとなった。2014年3月2日、レッスルマイナス -1 両国大会に、無党のパートナー X として登場した。同年6月より、レッスルマイナス -1 ツアー2014ツーザインパクトと、両国大会参戦決定。 2015年1月31日に行われたコジャイアントババ17回屈以前工業では再び全日本プロレスに参加している。2016年4月20日、明け物が立ち上げた王道に正式所属旗揚げ戦に参加。2017年10月9日、全日本プロレス工楽園ホール大会に参戦。同年の世界最強タッグ決定リーグ戦に 浄土リングとのチームで参戦が発表された。独特の間と緩球の差をつけたキレのある動きが特徴である。ヘビー級に転向してからは、ジュニア時代から得意としていた、鋭い蹴りや華麗な飛び技に加えて、力強さやエグさを兼ね備える技も使用し出した。ありがとうございます。